トンガの歴史、トンガの歴史では、戦死時代から現代に至るトンガの歴史を扱う。トンガは4つの諸島、172の島からなる、南太平洋ポリネシア中央部の島国である。オセアニアとしては唯一植民地にならず、潜在主権、内政自治権を維持した。現在に至るまで王政が残る、唯一の島でもある。このため、外国系の住民も2%以下と少ない。 これは、隣国のフィジーが、イギリスのプランテーション農園として固定化し、移民労働者のインド人とフィジー人の対立が現代に至るまで残ったことや、東部ポリネシア全域が現在に至るまで独立を果たしていないこととは対照的である。トンガにやってきた最初の人類は、現在ではラピタ文化と呼ばれる文化様式を持った人々である。 ラピタ文化を生み出した人々の源の里は台湾、あるいは超高下流部、東南アジア島諸部と考えられている。研究者によって諸説あり、台湾、フィリピン周辺の海域に成立した海洋文化の一部はニューギニア島の北側の多島海を伝って、航海化のより東に進み、紀元前1500年頃にニューギニア島周辺でラピタ文化を生み出したと得られている。 ラピタ文化は新石器文化に属する。農耕文化であり、家畜を飼育し、ラピタ河原家と呼ばれる土器を作った。ラピタ文化はポリネシア文化の素形でもある。農耕では、タロイモやヤムイモの栽培、犬、豚、鶏の飼育を特徴とし、入れ墨の習慣、樹皮を用いた繊維の製作を行う。最も特徴的なのが、航海術である。これは、 住居にも反映していた。住居は船を基調としたもので、非対称の総動線を区以上家屋として利用していたとも考えられている。ラピュタ文化の土器には、巨子上刻印文と呼ばれる、同心円や Y 字型の文様を抽象化した人の顔が描かれているため、どのように拡散していったのかが把握しやすい。土器自体は海砂と粘土を混合し、野焼きしたものである。奇形は、 変化に富み、壺以外に皿なども残っている。ラピタ文化の遺跡をニューギニア島からたどると、ビスマーク諸島が紀元前1300年、バヌアツが紀元前1000年、フィジーが紀元前900年、トンガは紀元前850年にラピタ文化圏に入ったことがわかる。ラピタ文化の拡散はトンガとほぼ同じ程度にあるサモアで止まっている。トンガでは約千年間、 ラピュタ文化が継続した。その間、土器の文様の簡素化、土器製作自体の終焉が起こる。ラピュタ文化の変容の度合いは、ポリネシアの島ごとに幅がある。これは、現代のポリネシアの文化にも残っている。トンガにおいては、土器以外の変化はなかった。この期間のトンガの歴史は、トンガ大市彫刻を参照。トンガは無文字文化であったため、 ラピタ文化終了後、古伝伝承で遡れる10世紀までの歴史は不明である。記録に残る最古の王は10世紀のアホエアト王であり、この頃よりトンガはトンガ帝国とも称される西ポリネシアに広がる大公益文化圏を形成し始める。12世紀にはトゥイトンガ11世がサンゴによる石灰岩のブロックで巨石建造物を建築していい。史跡棒も残っている。 14世紀のカウール・フォヌア王は宗教的権威と世俗的権力を分離、世俗的権力は弟のマウンガモ・トゥア王に属した。マウンガモ・トゥア王はハー・アタカラウア王朝を開く。15世紀には先制王政が崩壊し、封建体制に移行する。当時、すでにサモアを支配下に置いていた。17世紀にはハー・アタカラウア王朝のホトフィリオが 弟のヌガラに王位を譲り、カノクポル王朝が始まる。19世紀には、タウフォアウトポー王が即位。元王朝が成立した。1616 16年、オランダのウィレムス・ホーテンとヤコブル・メールが、ゲントンガ最北部のニューアトプタプ島近海に到達した。この時、トンガ側は、総動戦で公開中であり、直接の接触はなかった。 1643年にはイギリスのサミュエル・ホリスが最大の島で現在の首都が一致するトンガタプ島を訪れる。1773年と1773年にはイギリスの探検家ジェームズ・クックがトンガタプ島や中部のハーパイ諸島に来航する。これはクックの太平洋探検である第2航海と第3航海に相当する。 ハーパイ諸島のリフカ島で友好的な応対を受けたため、フレンドリー島と命名、以後、トンガ全体がフレンドリー諸島と呼ばれるようになった。しかしクックは、封建領主を王と間違えて対応したままに、過月以上島に泊まったため、礼を失したという理由で暗殺の動きがあったことが記録に残っている。1789年には、 バウンティ号の反乱がハーパイ諸島付近で起こるものの、トンガ自体の歴史には関係していない。1826年、メソジストの宣教師が訪れる。すでに、ロンドン伝道教会の宣教師が1797年に訪れていたが、この時は、キリスト教の布教に失敗していた。これは、捕鯨船や脱走兵の暗躍など社会全体に混乱があったためである。 19世紀に入ると、王権にはっきりとした混乱が生じた。各諸島に拠点を持つ三者のうち、タウファーフ・トゥポーが統一王となる。王は1831年に宣令を受け、ジョージ・トゥポーと改名した。1845年にジョージ・トゥポー一世となる。王は、キリスト教、メソジストを広げる聖戦という形で、トンガ全体を1852年に武力で平定た。 この時カトリックなどメソジスト以外の住民を回収させている。このためトンガ人のほとんどがメソジスト派のキリスト教徒となった。1875年にはトゥポー一世が立憲君主となり同時に封建的な土地所有を廃した。ヨーロッパ諸国から植民地化の手法を学んだトゥポー一世はトンガによる植民地帝国の建設を開始した。目標は 隣国フィジーである。まず、東部フィジーに侵攻し、トンガの領土とする。1853年には自ら、フィジーを訪問、キリスト教家を進めた。これは、白人入植者と手を結び、フィジー全体をトンガが併合するためである。その後、キリスト教徒保護の名目で数字にわたるフィジー介入を続けた。しかし、フィジーに権益を持つアメリカが死中国がまず、 債務引き継ぎを要求。1858年には当時の最新兵器である蒸気船を発したため、一旦併合の動きを停止した。この時点でフィジーにはイギリス領事が置かれており、イギリスの権益が及んでいた。トゥポー一世はフィジーを諦めておらず、1860年にイギリスがニュージーランドでマオリ戦争を始め、1861年にアメリカが 南北戦争で弱体化した木に乗じて、フィジーに圧力をかける。しかし、結局は、フィジー側の抵抗が強く、1867年には、フィジーに、立憲王国が成立、アメリカ、イギリス以外にニュージーランドとドイツの干渉を受け、フィジーから手を引くことになった。この頃、1858年にイギリスとの交渉で、 通訳を果たしたメソジストの牧師であるシャーリー・ベーカーの時代が始まる。まず、トンガ王国顧問となった後、1862年に交付された民法改正に協力し、1875年にはハワイ憲法とニュージーランド憲法を参考に新憲法を作った。ほぼ同時期にメソジスト教会が分裂、トンガ自由メソジスト教会が 他のメソジスト教会を圧迫してゆく。1876年、トンガはドイツからの圧力を受ける。隣国サモアを支配下に置いていたドイツが艦隊を派遣し、友好条約の締結を迫ったからだ。条約では、トンガの石炭貯蔵設備をドイツが利用する権利を認めている。ドイツの動きに驚いたイギリスは同様の条約を1879年にトンガとの間で結んだ。 この時ベーカーはトンガの国益を主張したため、イギリスはメソジスト教会に圧力をかけ、1880年オーストラリアに召喚されてしまう。しかし、ベーカーはドイツと通じ、ドイツの軍艦によってトンガに戻る。トゥポー一世はベーカーを首相、外相に任命、トンガの平民に有利な法律の改正を進めた。しかし、 イギリス商人の権益を損ねたため、1887年には、ベーカー暗殺未遂事件が起きた。1900年、ジョージ・トゥポー・ニ世イは、イギリスと友好条約を締結。トンガは、イギリスの保護領となり、外交権を失った。イギリスとの関係は、安定しており、1941年に始まった、太平洋戦争では、トンガは連合国。 イギリス軍の一員として参戦、ソロモン諸島を占領した日本軍と戦った。第二次世界大戦中にはニュージーランド軍とアメリカ軍の拠点となったが、基地として固定化することはなく、大戦後には撤退している。1958年、イギリスとの友好条約によって、トンガの自治が確立する。百六十八年の条約により、保護領として止まりながら、 さらに権利が拡大した。1965年、タウファーハウトポー4世が王となり、同王のもと、1970年6月4日に、イギリス連邦内の独立国となった。1972年、トンガの権益を犯す動きが露呈する。トンガの南西4 8 0トルに位置する、無人島、テレキトケラウジマとテレキトンガ島を、 ミネルバ共和国として独立させ、タックスヘイブンとして利用しようとする動きである。首謀者は、リトアニア生まれのユダヤ系アメリカ人、マイケル・オリバー率いるフェニックス財団であった。これを防ぐため、トンガは2党の領有権を主張、合弁企業の作動を防ぐことに成功した。1987年、トンガ議会で初めて野党が一般議席の多数派となる。しかし、 トンガ議会には大地震や世襲貴族も議席を要するため首相には王族であるハタフェヒトイペレハケがつき政治の不安定化には至らなかった。1990年の選挙でも反政府派が一般議席の多数派となったがやはり議会全体を抑えるには至っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。